ナイト ST スタジオ。やめとけ、ホラーナイトやぞ。もうね、終わりかと思いきやまだまだ身を削っていこうじゃないかと。まだ削るんすか。まあ、今回はね、引っ越しをする前にやっておくべき心霊現象を試す方法。おお、試すの。試すっていうか、いるのかどうかを確かめる方法。ああ、なるほど。まだなんかいるっていう確定ではないじゃないですか。いや、確定や俺が言うんだよ、間違い。確定。もしかしたらもう編集で音入れてるだけかもしれないし。それを言われるのが一番悲しい。今日はそれにもしかしたら確定になるかもしれないと。今回だから映ってしまうんですよね、この方法は。それを今回ね、大輝さん。いや、俺こう見てる超ビビリだからさ。知ってますよ、ね、知ってますか。その方法がですね、スマートフォンを持って誰もいない、まあ、みんな出てって外カメラで一周撮るんですね。で、次インカメラにしてまた回るんですよ。おお、そしたらいる家には映っていると。ここにいたらどうする。あれ、待って、やる。いやいや、無理無理。いたところで目もこうならへん。こう笑ってるけど、マジでこれ本当に危険な企画研究なんです。俺死ぬかもしれない。これ本当に危険なやつ。念のため絶対に外に出れる状況を作ってくれ。なるほど、すぐ逃げれる。逃げれる状況。だからもうヤバいと思ったらすぐ出てきてます。僕ら外に待ってます。上と下どっちでやりたいですか。下がまあ多いよ、俺見えるのは。お前さんくせえんだよ。一応両方やる。うわ、でもこれ一人で取り残されるわけでしょ。大丈夫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 。絶対できない。大丈夫。全然意味ある。なんでさっきまでビビってたのにこんな急にゴリゴリになって。確かに。なんで。検証スタートで。ヤッホー。この世界の大輝くんと出会うのはこれが最後かもしれません。私には守護霊13体ついてるからね。お、なんだっけ、1体死んだっけ。1体、あのメール来て死んだっていう連絡来ました。誰からね。動画撮りましたんで、皆さん呼びたいと思います。いいよー、入ってきてー。ちょっとこれ話させてほしい。お、なんかあったのか。え、映ってた。やばいよ、じゃあマジで怖いな。いや、マジで。お願いします。あいつらマジ俺にやる気にあるし、マジ怖いんだけど、本当にガチ怖い、ガチ怖い、ガチ怖い。普通ここより上の方が怖かった。で、次はインカメ。インカメね、次は。いや、最後ね、めっちゃ怖いよ、マジで。無理無理。でも俺、ガチ怖いわ。もっと怖いの、マジで嫌なんだよ。うわ、マジ怖いよ、ほんとに。やばい、これ。ちょっと、ストップ。安倍じゃない、安倍。やばい。一応、安倍か。もう、え、え、いや待って、ほんまに、え、違う、俺は声で、俺は今の俺はもうあまりにもはっきり聞こえたから、お前が変な裏声出したのかなと思った。いや、俺もそうだと思ったんだけど。何人どうしよう。やばいよ、考えて。これやばくない、マジで。え、マジでやばくない。あれ、一旦やめよ、一旦電気つけます。だい、気づいたよ、やばい。続きもやばい、真ん中。え、マジこれ怖いわ。え、なんでお前気づいてない。え、全然わかんない。え、やばい、やばいよ、マジで。なんで、マジやばいやつ。テンパネやめ、テンパネやめ。あ、そうだね。俺、俺に聞きまして。心をしっかり、心をしっかり持たないで。え、こんな、こんな、この辺聞こえてる。嘘でしょ。お前、聞こえなかった。全然疑ってたけどね、こんな方法で入るみたいな。でも俺ら何がやばいって思う。俺らの反応見れば分かるよ。俺らも押せてないから、ね、怖すぎて。マジでちょっとやばい、やばすぎて止めてるから。お前聞こえたし、なんとなく。でもそんな裏声出してない。俺絶対お前たち喋ってる。こんばんはみたいな、ノリの女の声。マジでどういう声聞こえた。え、俺なんかもうひたすら苦しそう。そうそう、泣き声、泣き声。え、なんで僕だけ違うの。初見に声変わってるもんでしょ。なんか音階ブーみたいな。あ、そうそう、あ、こっちだ。そういう声、そういう声。やばい、今やばい、なんかもうお腹痛くなってきた。腹痛い、なんかもうやだ。見える、見えない。え、これ見てるみんなにもこの動画出せば聞こえるわけ。その辺も人によって違うの。ブレイクの怖すぎる。でもこれ、これやばい。4つあるじゃん、2個目で。こんなのまだ大丈夫。このまま上のやつ見て。やばいね、これ。やばい、こんながっつり聞こえちゃう。ちゃんと聞いたからやばい声してる。
ギガがやばい声してそっからもう声違う変わったもん一番上行きますうわーこんなんやろいやこんなんなるとは思わなかった下より上の方がなんか胸が苦しい感じはあったへぇ、上やばいねこれが外ですね。そう、これがインカム。これ怖っ。これやばいでしょ。はい、次寝室のインカム取ります。いや、マジで無理。ガチ怖いから本当にやめてほしくて。こんな感じですね。ちょっと口閉じて。本当に無理です、これは。ちょっと似合ってる。いる、いる。いるかな。マジで無理。何うん、後ろ、うん、だよねおかしかったよ ね, ちょおかしかったよねえ、あの、あそこで洗濯物ピロッてなるここら辺ここなんか違うかということで、がっつり聞こえましたありがとうございますありがとうございます下なんだ開き直ってきた開き直ってきた怖かった怖いわこれ聞いた後にもうできないもう無理だ二度とできないこの現象もしかしたら今そうそうそう見れてないけど絶対コメント欄で多分ね見つかるの結構さすごい人じゃないわ俺ら結構もうリアルすぎて怖くてあんまちゃんと見れないいるってことを認めたくないから声には反応できんのもう絶対編集してたらもうイヤホン越しに聞こえちゃうそうだねだからみんなみたいに他人事でゾクゾクして面白いなぐらいの人からしたのみんないやー確かにそうだねでそこもねガタガタ言ってたしその辺やしテレビの裏にいるっていうのはよくありますけど一番見てもらえるところだから、あーあるね。大学の時の友達もね、なんかその心霊物件みたいなのに住んでて、うん、やっぱテレビの裏にねいたらしいですよ。あー見えたの？見えたって。いやその友達はいますか？いややめよそれ。変にしちゃう。マジで変にしちゃう。マジで言うだけ言ってない。いますかー？なんで優しい？かぼそ。かぼそいなー。うわびっくりした。それはだるいって。だるお前絶対呪われるからお前はじゃあ最後はねヤバい声でお願いしましょうそれすごい今鳴ったよね鳴ったね何だよ鳴ったよねピキピキ言うじゃああのあそこがピキピキしてるのは何だもういるんでしょうがないいますかやめろえ、ま、画面の真ん中光ったもう絶対光ったよ俺のさ服で白いじゃん俺の白いところの真ん中らへんあれよりさらに光ってた俺じゃないいや、もう真ん中だけちゃんとしろテレビ見て絶対チャンネル登録してください少なかったらもうホラーナイトを卒業します、はい、僕たちはもうね呪われてしまうので身を削りたくないんだちょっとな俺今この下の人でした今聞こえたね下この下よかったね今だって俺喋りながら反応したの扉の下今俺上だった俺床からトントンみたいな感じだったなんかもうすごいよねどんな顔してるキョウキョウしうわびっくりしたちょほんまにこんなに見るわふざけないよなんかね、霊が涙出てるでも霊がびっくりしたんだえ、何よ待って待って冷静に完全にやったなんでそこが完全にやったでしょ反応したんだ完全にやったよ声であれが倒れるのはおかしいすいませんでしたいや、僕はもう仲間だと思ってますもうね、きっと悪霊ではないと思うんで悪霊ではない仲間だって仲間だと思ってます生かいや怖っ待てよやべえよちょっとふざけすぎてるわちょっとこれやばい変なテンション入ってるよ面白くなってた取りつかれてるかもマジでちょっとやばい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 怖いうわそれやばいということでね普段は面白い動画をメインに主に上げていますのでそちらの動画もぜひたくさん見てそうなんです高評価していただければ、はい、どんどんホラー内でできますのでぜひそちらの動画も見てくださいお願いしますよろしくね見ないと呪われるのはあなたかもしれません